はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、小井でございます。今日もゴーストバイヤー東京の続きからやっていきたいと思います。で、前回バイクを修理するためのタービンと、オイルを手に入れてまいりました。で、脱出する際ね、最後ね、なんか毎回フリーズするんですよクラッシュするんですよ、フラッシュで、とりあえずね、別な出口から出てきたらなんかクラッシュしないでなんとか行けそうだったんで、これで行きたいと思います。で、多分出るとこで、ね、私がね素直に出なかったから、それがいけなかったと思われるんですけど。で、これなんだい？また調べてほしい場所がある。なんだよ、リンコさんか。あ、そこも何かあった時には向かうように決めていた場所。ほう。レドとは合流できなかったけど、あの子が言った可能性はある。なる。わかりました。調べてみます。頼むわ。場所は429の屋上よ。429の屋上？オーケー、任せろ。終わりのその先で。429ってなんだっけ？ここか。はあ、はあははあ。OK、とりあえず行くか。こっち、ファストトラベルしていこう。ん？なんだあれ？ちょっと待って、頭がある女子高生だ。あ、攻撃できない。え、これ？これ209ってこと？いたぞ。あ、これでいいの？あ、飛び降りてる。どういうこと今。違う、どこかへ向かうようだ。え、失うか。もう見失ったんだけど。あ、そっちか。どういう仕組みになっとるんこれ。あっち、まああっち行くしかないか。てる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 
テル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 いや、マジで大きくなるの大変なんだけど、ちゃんとさ、人間なんだから平地歩いてくんねえかな、マジで。よいしょ。追いかけられるけど。あのシネ、病院の屋上に行ったぞ。あいつの母親は入院生活が長かった。あ、タヌキだ。エドが来ていたのか。あ、本当だ。エドやるな。エリカのシネに引き寄せられた。長いし、よし。はい、はい。はい、はい。え、何？大丈夫なのこれ。この位置結構大丈夫なの？もしかして。タヌキ、タヌキ。ポン。高いところからなら仲間を探せると思ったけど、通るのは恐ろしい化け物ばっかりで困っていたんだ。君に見つけてもらって助かったよ。でもここから行くしかないんだぞ、お前。空手の型。よし、同じ立ち位置だったな、これで。よし、潰した。エイド。ボイスレコーダーを拾っておけよ。拾えないんだけど。よし。人間は難しい。エドが残した音声データ、人間について語られている。今回も収穫はこれだけか。リンコさんに報告はしておこう。え、これだけなの？まあ一応聞いておくか。ボイスレコーダー。エド、これだね。ここにもエリカはいなかったよ。悪いがそろそろ潮時だ。僕らは渋谷を離れる。僕とデイルは生き残らないといけない。そういう計画だからね。君とエリカはまるで血のつながった姉妹か親子のようだった。僕みたいな人間からすれば、赤の他人がそんな関係になれるのが不思議だったよ。KK も言っていたけど、君はエリカを大事にしすぎた。それこそ彼女自身を否定するくらいにね。だから人間は難しいんだ。だから僕はこうやって機械に語りかけている。僕にとって人間は難しすぎるからね。血がつながっているかどうかに関係なく。ほーで、ついでにちょっとスキル上げたいんですよ。これな、これ。雨の鳥 X、天狗を呼び寄せることができるって、これすごいっすよね。マジで移動範囲増える。で OK、 これでスキャドに天狗呼び寄せるってこと。いい感じじゃねえか。
ごめん使い方がわからん。ちょっとあの想像と違うな。好きなところに行けるのかなって思ったんだけど、そういうわけじゃないのか。なんかワープする。え、こういうところとかさ行けるのかなって思ったんだけど、あ、行ける行ける。すげえすげえ。え、おお、自由に呼び出せるわけじゃないのか。ちょっとしたところだね。本当にちょっとしたところにしか行けないんだ。なるほどな。とりあえずここか。凛子さんに報告しに行こう。待て。あそこにあるじゃねえか。ちょっと待って、そこ掃除してからにしよう。やっほ。よし、即上。オッケー。はい、はい。はい、はい。はい。行きます。よっと、オッケー。どこにいる？ああ、はいはい。女子高生な。よいしょ。解除。これで。よし、ここは引き抜け。完璧。オッケー。で、ああ、男子高校生な。ナイス、ナイスドロップキック、ナイスドロップキック。はい、はい、はい。はい、はい。はい、引き抜かせてもらいます。やった。ふう。よしよし、大掃除完了。誰もいないかな。そして誰もいなくなった。オッケーオッケー。んじゃあ回収したりしながら行こうか。凛子さんに報告しよう。さっと。こんなにたくさんの人が。オッケー、到着。凛子さん報告しに来たぜ。その様子だとあまりいい報告ではなさそうだな。その通りでござい。エドと合流した様子はなかった。そうか。直接父親のところに向かったのかもな。ああ、半夜面か。父親のことで責任を感じていた。とても強い思いだったから、私はそれが危険だと思った。だからあの子を戦わせなかったのよ。父親のもとに向かったってのは合ってるかもな。けど理由は違うかもしれないぜ。ほう。どういう意味？お前だってエリカの全てを知っているわけじゃないだろう。他にエリカが行きそうな場所がないか考えてみろ。俺だってエリカのことは気になるんだ。ああ、そうするよ。ニコさん、頑張ってくれよ。よし、オッケー。で、出てくるのね。はい、吸収させてもらいます。オッケー。まだあるね。よし、オッケー。したら、行こう。いろいろと回り道をしまくってますが、いよいよね。どこだっけ？ガレージ。ここだね。さて、バイクやっちゃいましょうか。ってか、行かないといけない歩いていかないといけないのか。え、また戦闘ないね、さすがに。いないよね。よしよし。オッケーオッケーオッケー。すべて払ったはずだからな。我が輩すべて払ったはずやから。行きましょい。ってこの下へ、え、上か。来たぜ、バイクいじろう。アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。ケケできんのか。うん。地味な何にも会話はなかったな。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか。まあ待て待て。
物質の汚れに関する研究メモ、持ち主が不幸になるといういわくつきの代物は世界中に存在する、それらは呪われているとか汚れていると表現されるが、科学的にはどのような変化が起こっているのか、これは非常に興味深いテーマだ。いわくつきの代物といっても意外と日常に紛れ込んでいる。少し調べてもらっただけでも近所のリサイクルショップで見つけたそうだ、実物を研究してみたいけどさすがに自分で買うのは気が済まない。経験に買ってきてもらおう。彼なら持ち主になっても大丈夫。リンクのやつ好き勝手言いやがって。いやマジだよね。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけでその辺に転がってることもある。汚れた物品か。調べる価値はあるな。ドドン。あれ何もない。除霊の宣伝し、これね。他は何もないかな。目星はなさそうだね。よし、行くか。突っ込むぞ、敵陣に。セーブしとこう。オッケー。んじゃあ行きましょうか。出発しますか。ん？俺のその先で。ちょっと待って、終わりのその先で 3？ まあ、準備不足は命取りだからな。 3？ ちょっと待って、3って何？どういうこと？終わりのその先で3が進行できないって、ミッションズ今2が終わったばっかなんだけど、これこれどういうこと？その先で3がダメってことは、これって幽霊を集めなきゃダメってことなのか。幽霊じゃあ回収してくるか。仕方ねえな。できなくなるって言われちゃうとダメなんだよな。そういうこと言われちゃうと。幽霊回収してくるか。仕方にゃ。この辺何もやってないから、この辺行くか。ここからできない。何？ああ。人工からかもしれない。ああ、何ここでなるんだ。でも頑張ってさ、頑張っていろいろうろうろして来たのにさ、場所なのこれもしかして。お化けいっぱい集めてきたんだぞ私。まあいっか。あれからやっぱりリンコだ。やはり思いつかなかったわ。あの子は父親と対決しに。ああ。はい。死んだのよ。それしか考えられない。だからもう調べることはない。手伝ってくれてありがとう。助かったわ。終わりでええんか。そうか、満足したならそれでいいんじゃないか。ただな、俺は俺で調べたい。あんのかい。それにも付き合えよ。ケケ案内するからそこに行ってくれ。ケケもう最初から言ってくれよ。リンコ関係ねえじゃんかよ。最初から言ってくれよ。どこ？このグラップルね、めちゃくちゃ優秀っすわ。自由に上行ける。強すぎる。この辺とかもさ、行けるんだよね、こうやってね。で、まあ、向かう場所違うからさ、いいんだけど、ここら辺か。ちょっとあの辺の幽霊とか回収してえな。ちょっと取りに行くか。もうさっきからさ、あの、リンコさんのせいで、めちゃくちゃ探しまくってたんだけど、結局、あれ上行けない。あれ意外と。あ、行けた行けた。こっちは行ける。この距離だ、この距離だな。言うほど高いとこまで行けないんだよな。よし。このぐらい。はい、はい、はい、はい。よいしょ。よいしょ。まったくよ。はい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 。引き抜く。何か当たったな。ああ確認したくない。はい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 。邪魔しないでほしいよ。よいしょ。オッケー。あいつも焦ってそうだ。さて。あ、すぐ近くだな。で、ここの下？あの子の思念がある。あ、本当だ。あいつはここで自分も戦いたいって言ってきたんだよ。おー。じゃーん。
歩くの遅っ。あれこんなもんだっけか。こっちの方か。この下なんだこれ、下すげえな。声は聞こえるけど全部下だね。ん？で？ここは？俺があいつに戦い方を教えた場所だよ。はあ。あ、なんか入ってった。伝えたいことがあるみたいだな。入れるね。オッケー。なんだい？なんだい？なんなんだい？おお。この場所はあの子の記憶なのかな。わからん。調べてみよう。扉ガチャガチャやってもいいのかなこれ。あ、ガチャガチャやるとこじゃないや。とりあえず行きましょういいか。これかな。取れない。この辺とかいじれそうなもんな。こっちか。はいはいはい、これか。食いもんか。あ、椅子？これ戦闘員なんだかもしかして。あ、これか。調べる。エリカのものか。リンコに聞いてみるか。そうしよう、そう。そうしやすい。出てきた、出てきた。気をつけて。はいはい。はいはい。ほいほい。あ、いや、まったく人の心の中にまで出てきやがった。こいつな。おい、エリカさん、エリカさんちだぞ。はい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 。まとめて、よし。はいはい、オッケー。ここは抜き取らせていただく。はいはいはい、はい、よっと。さあラスイチ。甘いね。甘いのは僕だった。甘いのは僕でした。すいません。抜き取る。オッケー、直接行かせていただきます。まだ終わりじゃねえんだろこれ。全部片付いた。あ、終わりか。あれ、リンコに報告しに行こうぜ。あれ、これで終わりかな。じゃあ出ますか。はい。リンコに報告ってどこ。これか、これだ。ワープ。まだしたな、リンゴさん。これなんだ、これなんだ、このキーホルダーなんだ。何か分かったことがあるか。うい。猫のキーホルダーを見つけたよ。覚えがあるか。私が渡したものよ。おお。エーテルに反応するデバイスになってるわ。どこでなくしたかわからないって言ったから少し喧嘩したのよ。どこにあったの。あいつは俺に相談してきたんだ。戦いたいってな。だから戦える場所に連れて行ったことがある。へえ。そこにあったよ。知らない間に落としたんだろ。私が反対していたから黙っていたんだな。あいつは言っていたよ。みんなのために戦いたいってな。父親のことは関係ない。俺たちを助けたいから戦いたい。いや、いい子じゃん。私はそれを理解してやれなかったのか。バカだな。悔いが残るよ。成仏しろよ。リンコ。リンコ。あ、エリカさん？誰の声？エリカ。リンコは何も間違ってないから。ありがとう。私のこと守って。和解した。なんか和解した。私こそありがとう。
解が解けたってことかな。あいつらは仲が良かった。それはずっと変わってねえよ。はあ、終わりのその先でその3。よかった、終わった。よし、これで心置きなく先進めんね。とりあえず送っておいて。おっと、またエドか。おい、リンコ、いるんだろ。昔から鼻だけは聞くな。それで思い出したが、犬の鼻は鋭い。ほう。仲良くすればいいことを教えてくれるわよ。アキト、それはお前に任せるぜ。それだけ？待て待て、なんか聞こえるぞ。なんかやべえのいんのか、近くにやべえのいんのか。大丈夫か。よし、うん、じゃあ進むわ。やっとだよ、遠回りさせやがって。よし、じゃあ行くぜ、ついに。終わりのその先で、終わりのその先で2、終わりのその先で3が進行できなくなります。大丈夫、進行させてきました。行きましょう。さあ、え？ミッションクリアですね。あざます、あざます。OK、じゃあバイク行くか、ついに。大丈夫か、バイクで事故って死んでるのトラウマになってんのか、アキト君。かっけえムービーシーン入るんでしょ、これ。ドイツドイツ。おお。特別仕様。おお。マジでえぐられた。めっちゃ足早い、なんだあいつ。人間じゃねえぞ。まあ最初から人間じゃないのかもしれんけど。いけいけ。この後このままこいつを戦闘か、この後。あ、やばいやばいやばい。かっけえ。あ、でも落ちちゃった。あ、まあまあしょうがないね。おい、ナイス。ナイス、かっこいいじゃん、アキト君。やったか。かまるだ、先を急ぐぞ。うん、やったかって一番言っちゃいけない言葉す。やったな。かましたのやっちゃいけない言葉。絶。第5章始まっちゃったよ、チャプター5。ここまで来たんだ。テーブルじゃ帰れねえな。え、どうなってんの俺。手ぶらじゃ帰れねえな。ああ、必ず周りを取り戻し。これいけんの。東京タワー迎えるな、普通に迎えるな、いけるわ。ガンガンムービー入ってくじゃん。ああ、いけるいける。え、これ霧の中じゃないの。あ、違う、もうなんか中入っちゃってるから普通のと違うんだ。これなんか境内特に何もできない、何もできないね。まあ一方通行ってところか。よいしょ。で、行くならば霧の方はいけないから、まあ、このまま行くしかないな。ここあれ、あれ KK じゃない、 KK の体じゃない。あ、違う、リンコさんか。まあ、おいおいおい、 K
KK 暴走するじゃん。大丈夫？私はここで死んだ。悔いを残してね。けどそれもあなたたちのおかげで晴れた。さようか。行っちまうのか。もう思い残すこともないから消えるしかない。あ、ここで成仏しちゃうからイベント進められなくなるってことか。最後まで付き合えなくて。いやでも親切教えてくれてありがとうね、ベゼスタースタジオさん、ありがとう。あれ出してくなかったら進めてたわ普通に。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。そんなものがあったらみんな喜んで死ぬに決まってる。生きなさい、懸命に。おっす、わかりました。リンコさん頑張るよ。ああ行っちゃったわ。ゆっくり休んでくれリンコさん。行こうぜ相棒。KK もう完全に相棒と見して認めてるな。見る書きかけのメッセージ、全部私のせいだ、ごめんみんな。エリカのことがあいつをこの世につなぎ止めてたんだ。その思いがなくなれば消えるだけだ。KK もなのか。だろうな。KK もなのか。お？取ります。研究について語られている。あ、もうここから全然動いてねえな。で、さっきの緊急データはあれでしょ？またあの方のメッセージは残ってんだろ？なんか妖怪が半夜面の。ファイル99。意外にも部下たちが私の計画に理解を示してくれた。もちろん本当のことは教えていない。死者の復活。そんなこと誰も理解してくれないだろう。私は彼らの前では、まだ熱心な研究者のままだ。後ろめたさはあるが、この計画は妻だけのためではない。肉体に縛られた生を私たちの手に取り戻すんだ。全ての人々、いやヨルベなき魂の救済だ。不思議なことに手の麻痺が和らいでいる。私もまた肉体の漆黒から逃れつつあるのだろう。漆黒、難しい言葉使うな。よくわかんねえよ。これってでさ、ん？これ外出れるけど、これどっか行けんのか。どうなってるんだこれ。どこまで行けるんだ。ああもうないから、まあいいか。とりあえず、あ、導きに従おう。寄り道いくらでもできるけど、まずは導きに従おう。そのうち。あれでしょう、なんか出てくるんでしょう。いい塩梅にさ、この外出れるというか、この辺の探索も阻止できるようになるだろうから、とりあえず先進もう。間違いなくこっちだからな。もうアイテムかな、あれ。あんな光られてる通らな、おしるこ、違う。ちょっと取れんかったな。さてさて、これは何これ、スイカ。名水か、出た。あ、歩いてる。いや、矢継ぎ早にイベント来るぜ。おおっと、何？やったかの人か？あ、ちょっと違うな。あいつの目的は家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ。あいつにとって肉体は魂の器だ。ほう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 。捨て駒に過ぎない。あれは奥さんの体だっけ？ない。ない。邪魔をするなら排除するだけだ。うわー、めっちゃ出てきてる。何これ。また変身するのかお前。娘は猫になったけど、奥さんは何になる？クモじゃん。ジョロウグモ的なやつかな。さてさて。
あーなるほど、ジャンプで。はい、あージャンプできない、ジャンプじゃ受けらんねえのか。はい、全然はい、あっ、ちょっと待って、あーちょっと待って、ジャンプで受けらんないのちょっとだるいな。はい、あ、やっぱ大丈夫だ、ここだ、はいはいはい、やりづらい、はい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 、お母さんがいなくなったわけじゃない、ほっとろ、はい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 、はい、ちょっとジャストじゃないな、全然ジャストじゃない、飯食うか、はい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 、ジャスト回避ならんな、よいしょ、はい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 、なになに今、もう引き抜いちゃう、いいっすか、引き抜いちゃって、よいしょ、本当の声だった、近すぎる、君もこの器の中に入る、あなたは何者なの、あ、あれ、あ、終わった、おかしいよ、おー、あ、やっちゃった、終わりか、あ、なんかようわからんうちに終わったな、これが奥さんか、この先に一体何を見ているって言うんだ、知るか、同情はしねえ、同情しねえ、だが俺が終わらせてやる、これはで結局さ、肉体の中に何が入ってたんだ、あ、肉体が滅んじまった、 KK と奥さんとエリカ、俺はあいつを倒すまでは土蜘蛛の球だ、あんな奴を残して消えられるかよ、あの写真の家族のためにだろ、いい父親だな、まあな、まあな、中に入ったら引き返せないかもしれない、準備を怠るなよ、まあ引き返せないかもしれないっつってもさ、飯もいっぱいあるから多分大丈夫なはずオッケーオッケー、じゃあとりあえず区切り虫今日はこの辺で終わりにしましょうか、次回またこの続きから、東京タワー乗り込むところからですねやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います、ここまで語り私コインでお送りいたしました、次回以降もよろしければご視聴ほどよろしくお願いいたします、それではまた次回までさよなら、バイバーイ、とりあえずエネルギーをエネルギーにわしに起こせ、よし。